当施設の特徴といたしましては、施設内きれいなディスプレイを飾りまして、介護施設らしくない雰囲気を作っております。職員のサービスもおもてなしを大切に、皆さんの元気になりたいという気持ちを尊重して、リハビリを中心としたサービスを行いながら過ごしていただいております。年を取るに従ってできないことは増えるかもしれない、でも心は変わらないという思いがありますので、綺麗なものは綺麗、好きなものは体が悪くなっても好き、いいものはいいしという思いを我々の方は大事にしていきたいと思います。我々がレストランに行って綺麗な花に囲まれてお食事をとるのと同じように、ここにいらっしゃる方々も綺麗な建物の中で、そういった生活を送っていただきたいという思いで、こういうディスプレイ、建物の作りにしております。私が作業療法士ということで、リハビリを特徴とした施設ということは言えます。リハビリがどういうところで生かされるのかと言いますと、作業療法士の仕事の範囲としましては、皆さんが生活する上でやりやすい方法を一緒に探していく、その方法を練習していくということが一番の特徴です。そういう施設っていうところが足利にはございませんので、有料老人ホームでリハビリができるというところがラナシカの強みだと思います。月に1回、イベントと題しまして、フラワーパークの方に藤の花を見に行きます。それから近隣のところにハスの花ですとか鯉のぼりですとか、その時期に応じたイベントを行っております。いつまでもその人らしい生活をしていただくというテーマで、やっております。そのためには体が元気でなければならない、心が元気でなければならない、楽しい生活を日々送っていただかなければならないという思いで、我々は仕事に当たっております。当施設のアクセス状況ですけれども、東京から1時間で来れる立地になっております。東北道を北上していただきまして、佐野藤岡インターで降りていただきまして、国道50号線を西へ進んでいただきますと、当施設の方に到着します。電車の場合ですと、東武鉄道浅草駅より乗車していただきまして、足利市駅で降りていただきます。時間としましては1時間20分ぐらいですね。足利市駅から車で10分の立地になっております。